山口敏太郎です。もう10年近く来てなかった川崎大師に来ております。僕は真言宗なんでもっとお大師さんに来なきゃいけないんですが、大変久しぶりになってしまいました。前来た時は大渋滞でツアーで来たんですが、もう側道から入ってちゃっちゃとお参りしただけになってしまったので、今日は念入りに願掛けをしたいと思います。健康長寿、そして商売繁盛をお願いしていきたいと思います。やっぱりパワースポットは気持ちいいですね。空気が清浄です。度胸の声が聞こえます。非常に心地いいです。こういう風景はやっぱり心が癒されますね。耳から癒されます。